高岡城は、富山県高岡市古城にあった、日本の城。日本百名城の一つである。現在、城石は、高岡古城公園として整備され、市民の憩いの場となっており、国の史跡に指定されている。桜の名所としても有名で日本桜名所百選に選定されている。富山城各カードナンバー28。1605年6月28日。 富山城に隠居した初代加賀藩主、前田利長は4年後の1609年、富山城下の町人地から出火した火災の、累相により城内の建築物の大半を消失したため、利長は、魚津城に移り、大御所、徳川家康と、将軍、徳川秀忠に火災の報告と、関野に、築城の許可をもらう。利長は築城の方針に伴うため、 資材調達を小塚秀政ら、現地奉行を神尾これなおらに命じ、宇オ津城から築城の指揮を取り、同時に城下町の造成も始めた。縄張りは当時の前田家の確証だった高山魂とされている。同年9月13日、都市長は関の高岡と改め、未完成の高岡城に入城した。殿閣は仙台都家が豊臣秀吉から賜った。 豊臣秀治失脚に伴い破却された伏見城秀治邸,邸の領材を使って建てられたとも伝えられる。しかし、1614年5月20日に年長は死去し、隠居城として使われたのはごく短期間であった。その翌年の1615年には一国一条例により、大阪夏の陣からの年常外線を待って、高岡城は廃城となった。ただし、 廃城時期については1638年とする移説もある。しかしながら、廃城後も高岡町奉行所の管理下で、加賀藩の米蔵塩蔵火薬蔵板書などが置かれ、軍事拠点としての機能は密かに維持された。これは、加賀藩の越中における東の拠点であった、魚津城も同様であった。街道の付け替えの際には、豪ーがそのまま残る城を、 街道から見透かされるのを避けるため、町屋を一転して、目隠しにしたと言われる。また、廃城後に年長の母提を弔うために建立された、随竜寺や周囲に堀を備える、李朝の墓所自体も高岡城の南方の防御拠点としての機能を併せ持つものとして、配置されたと考えられている。なお、江戸時代の小津の中には上司を、古古城の名称で記しているものがある。 城内に置かれた米蔵堂は1821年の高岡大化の際にほぼ全焼したが、その後再建され、明治に伊水軍議事堂が建設されるまであったという。2006年4月6日、高岡城は日本城各協会により日本百名城に富山県内から唯一選ばれた。また、2015年4月24日、 加賀前田やゆかりの町民文化が花咲く町、高岡大臣、技、身体の構成文化財として、日本遺産にも認定される。角は、本丸、二の丸、三の丸、名丸、単野丸の五つからなるが、現在では、五条外とされている小竹やぶや、梅林も、これに加えるものと考えられている。水号は、本丸西側のみが一重で、多面は二重であるが、 これは現在は市街地化しているものの、かつては本丸の北から北西にかけてが小宅地であり、それを背面の守りとして本丸を他の車でこの地型に囲む形の縄張りであったためである。基本的なプランは、都市長の先の居城であった富山城との類似性が見られ、その発展型と見ることができる。今なお、追記当時の豪類はほぼそのまま残しており、 総面積の約21万平方メートルのうち約3割が人工の堀である。本城の縄張りは高山ウコンによるものとするのが従来の通説であるが近年富山城とともに呪落大方に分類しウコンが手掛けた高槻城、千城城などの縄張り手法との比較からそれを疑問視する説も提示されている。廃城前に 天守や矢倉などが建てられていたかどうかは定かではなく、1612年に移したとの記述のある原存最古の高岡城図には、天守予定地と目される、本丸北宮には、材木像と記されており、前田利長が高岡へ入城して3年後の時点では、未だ天守は築かれていなかったものとみられる。廃城後の建物群については、現在知られている城図の中に、 その配置や寸法を記したものがあり、大きなものでは、本丸に、長さ24間の米像が2棟、50軒の円像が1棟、あったことが分かっている。金沢城に今も残る30軒長屋や、近年再建された50軒長屋と同様の蔵が、高岡城にも置かれていたものと考えられる。建築以降は現存せず、石垣の一部や井戸が残るのみである。高岡城跡は、 払い下げが決定。1872年に行われた入札で、辞書は藤井農産、樹木は内島六平に落札されるが、その後、払い下げを取り下げる通達が出された。1873年には、公園条例が交付。1874年には、二条村にあった伊水神社を、本丸跡地へ遷座することが決定。同時に第、第十七大区長。 服部と十郎らは、高岡城跡を公園に指定するよう、新川県霊本霊へ上申した。1875年7月に、高岡公園として指定された。現在、公園内には、伊水神社、高岡古城公園動物園、高岡市民会館、高岡市立博物館、高岡市民体育館などの施設がある。高岡市立中央図書館も、二の丸跡にあったのだが、 2004年にオープンした高岡駅前にあるウィングウィング高岡に移転した。1965年1月1日に県史籍、1967年10月7日に限定公園に指定され、1989年7月25日には日本の都市公園100選に選定された。2008年より水郷や本丸御殿の移行などの学術調査が行われた。 2015年3月10日付で高岡城跡として国の史跡に指定。なお前述した各種施設の中には移転が検討されているものもある。平日や休日を問わず散歩などに訪れる人も多く、高岡市民の憩いの場にもなっている。春はソメイヨシノを中心に、コシノヒガン、エドヒガン、山桜など18種約1800本の桜が咲き誇り、 日本桜名所百選に選定されている。号が巡らされていて、春から秋にかけて、李朝号、都室根号という遊覧船が運航される。ありがとうございます。